皆さん、こんにちは。今回も森渡りのビデオをご覧いただきありがとうございます。この動画は宇宙サントボックス MMO スターベースの関連動画です。今回はエンハンサーの配置について検証します。エンハンサーは発電機周辺に取り付けて燃料室または冷却ラックの効率を高めるモジュールです。存在をご存知の方は一度試されて、 その劇的な効果と過激な不安定化に驚かれたと思います。従ってよくどこにつけたらいいか尋ねられますのでまず調査結果をお答えします。まっすぐ前進しているときに安定して効果を出したいならここのどれかまたは複数です。他の場所には取り付けないでください。また燃料ジャンバーは進行方向に対して平行に配置し1台しかない場合は2台にしてください。 飽和速度にならならいい、船を使いフレームレートも比較的高い方であればこの正常に見える場所に配置していただいても大丈夫です効果が出れば良いという方はここでおしまいですが位置の反発を疑問に思ったり他の発電機との兼ね合いでもっと工夫したい方もいると思いますそのような方はこれから調査過程を説明しますので引き続きご覧ください現象を調査する前にまず最初に 性能を確認しままます。す。ティア1から3まであります2と3はシャリウムがまだ採掘で入手できませんので現在通常入手不可能です。ティア1も研究リストの中にありませんのでクラフトはできません。シップデザイナーから作成します。入手方法がわからない場合は以前リリースしたこのビデオをご覧ください。ウィキから拾った性能ではこのようになっています。 調査に支障が出まずは効果から燃料チャンバーは100%稼働の時発電機3台を100%稼働できますチャンバーにつければ当然効果があり40%の削減効果なので発電機の稼働率が100%のままチャンバーの稼働率が60%に下がります。 設置する数を2個3個と増やすとテア1は表の通りでしたテア2からは効果に差があるという記載ですがテア1と同じでした次にビームの長さですが直接ついてなければならないと書いてあるのに意味があるのかと思われるでしょうですが エンハンサーは直接ついていなくても効果を発揮します途中にプレートがあってもです空中に置いてみましょう効果はそのままですティア1は 96cm のビームを発しているとツールチップに書いてありますので試します 96cm 離すと届きません近づけていくと 72cm から効果があることがわかります 同様にテア2は 163cm テア3は 259cm でした発電機の幅は 96cm ですこれで割りますとテア1から順に0.751.72.7ですこの長さはそれぞれ123台にヒットすることを狙った長さですね効果数を調べましょう燃料ジャンバーと 発電機の数を1対3に維持したまま増設します効果がなければ100効果があれば60になります4台に効果がありますビームをヒットさせられるなら無制限のようです以上をまとめますと表はこのように変わります利便性のため削減率から逆算して キャパシティの増加率も記載しておきます例えば消費が50%削減されるなら発電機を2倍に増やせますねではいよいよ不安定性の考察ですエンハンサーはティアごとに一定の長さの不可視のビームを発していますイメージするためにこの様子をご覧ください船とは完全に同期していないエンドスケルトンに当たったビームが揺らぎます 同じようにカーゴロックフレームに当たったビームも速度の影響を受けますが速度に対して大きな揺らぎがありますのでエンドスケルトンよりの挙動であると思われますそのビームが燃料ジャンバーかクーリングラックに当たれば効果を発揮します速度を上げるにつれてズレが大きくなり効果が出なくなると予想されます設置位置を変えながら効果が不安定になるときの速度を調べてみましょう 悪い順から、後後方、側面の前方、前方、方側側面面のの前前です。最も影響が大きいのが設置の向きで前向きではほぼ効果が出せません横が中間で後ろ向きが良好です次に影響があるのが燃料ジャンバーに対する位置で同じ横向きでも後部なら劇的に良くなりますさてそうすると後方に離していけば速度が上がってもヒットする可能性が高いです 72以上離すと低速時に効果が出ませんからこの長さで試しますすると毎秒 117m まで平気でした後部設置の毎秒 41m よりは改善していますが前向きであることによって側面設置より不安定になっているようですそうであれば側面後方に設置して最後尾にヒットさせるのが最良ですこれをテストしますと 0から150以上の全速度範囲に至るまで全く効果が切れません。これが最良の配置ですね。多くの方はこの配置がいいでしょう。しかし念のためフレームレートを下げると安定性が維持される速度が大幅に下がりました。フレームレートによってスピードが低下する以上に影響のない最高速度が急速に落ちています。エンドスケルトンにビームを当てる実験に戻ります。フレームレートを下げますと。 ビームの着弾点が大幅にずれます速度計に使っているカーゴロックフレームにはフレームレートの影響がなくスピードが変化することで間接的に測定されます速度に対する振れ幅の大きさもフレームレートの影響で悪化する距離もエンドスケルトンに似た挙動ですね確認すると飽和速度を出せる船でこの位置が最高速度まで通用するのはフレームレート80以上でした それ以下のフレームレートの方は、スピードを上げたときに効果が出なくなってしまいます。そのような方は、燃料チャンバーの後ろに後ろ向きに配置しましょう。フレームレート50以上であれば、最高速度までエンハンサーの効果が出ることを確認しました。停戦中および毎秒数十メートルの低速でも効果を出したい場合は、側面の後方にベッド付けておくと、効果の切れ目なく最高速度まで適用されます。 それ以下のフレームレートの場合については後方に離すことと速度帯で分けることを活用すれば効果を維持できるでしょう進行方向に対するズレのものですので横方向に移動する場合にも対応するのであれば向きを変えた設置が必要でしょう今回は燃料チャンバーを中心に調べましたが装置のサイズを考えるとクーリングラックを対象にした安定動作は困難でしょうさて 以前より機会があれば説明したかったのですがエンハンサーを使う時の不安定な挙動には別の問題も加わっていますエンハンサーの効果がある間は発電機が要求する燃料に対して余裕があるので燃料チャンバーの稼働率が下がっていますが速度変化で効果が切れた時にそこからゆっくり上昇するため一瞬でも効果が切れると発電機側の稼働率が下がってしまいます発電量に余裕がない場合は バッテリーの電力も使い尽くして船が制御不能になってしまいます。これには対処法があります。燃料チャンバーを同じ発電機に増設してください。複数ある場合、一瞬効果が切れても燃料チャンバーの稼働率が一瞬で上昇し、発電レベルに影響を起こしません。燃料はパイプを伝わることはできませんので、同じグループに配置する必要があります。これでは別系統です。 速度が上昇してエンハンサーの効果が完全になくなった場合はそのままになりますが加速中などで一時的に不安定になる影響はなくなります発電機を増やさずに燃料チャンバーだけ増設する場合はフューエルチャンバーユニットレートリミットを元の半分に設定すれば管理する燃料棒は2つに増えますが消費速度は同等になります説明は以上です。す多くくの方は影響をなくすか減らす あるいは、さらなる検討に使うことができるのではないでしょうか。今回のお話を総合するとこんな感じになりますかちゃんと動きますね。この動画が役立ちましたら、高評価をいただければ励みになります。続編があればいいなと思われた場合は、この動画からチャンネル登録やコメントをいただければそれがわかりますので、よろしくお願いします。またお会いしましょう。